呼吸をするたびにエスプレッソを飲んだかのように体がシャキッとする惑星に降り立ったと想像してみてください。頭上の空は強烈な青色を帯び、巨大な木々が天に向かって伸び、その鮮やかな緑の葉は驚くべきスピードで成長しています。毎日の運動は味わいがたいスリルに満ちています。豊富な酸素のおかげで自分が数レベル強化されたような気になります。走ることは楽に感じられ、普段であれば不可能に思えるような重量も持ち上げることができるようになります。まるで世界そのものにエネルギーが注入されたかのように、どんな運動でも素早く行えます。あなたを取り巻く野生動物たちも同様に、この酸素過剰の影響を受けています。動物たちは巨大な体格で大地を歩き回り、巨大な体躯であってもスピードと敏捷性は失われていません。酸素がチャージされたフェラーリ顔負けの肉食獣チーターとかけっこ競争したらどちらが勝つでしょう。こんな荒唐無稽な話はありえないと思いますか？では見ていきましょう。酸素は生命を維持する強力な燃料。酸素は私たちが呼吸する空気の約 21% を占めています。呼吸するたびにこの小さな分子を細胞に送り込み、細胞に必要なエネルギーが与えられます。酸素がなければ私たちの細胞はもがき苦しみ、体はバラバラになってしまいます。小さなバクテリアから巨大なゾウまで、酸素はあらゆる生物のために働くスーパースターなのです。酸素は水中でも重要です。海が豊かなのは酸素のおかげ。プランクトンや藻のような驚くべき生物が酸素を大量に生産し、水中世界を繁栄させているのです。さて、酸素濃度が高いことが地球に与える影響を十分に理解するために過去に遡ってみましょう。最近、科学者たちが驚くべき発見をしました。遠く離れた2箇所の岩石を検証したところ、どちらの岩石にもガスの小さなポケットがあり、酸素濃度がごく短時間のうちにほぼ3分の1に上昇したことを示していたのです。まるで新鮮な空気を吸い込んだかのように。そこで科学者はこれらの岩石を調査し、当時の酸素濃度がもっと高かったことを突き止めます。緑豊かな風景、そびえ立つ森、見渡す限り広がる巨大な沼地を想像してみてください。石炭紀の酸素濃度は現在と同じように 20% 前後でした。しかしその後5000万年の間に酸素濃度は 35% にまで急上昇したのです。それが何をもたらしたか想像できますか？酸素が急増すると信じられないことが起こりました。大地一面に巨大な森林が生い茂り、息を呑むような緑の世界が出現したのです。また低地には巨大な湿地帯ができ、超現実的で別世界のような風景になりました。同時に二酸化炭素のレベルも低下します。通常何かが分解されると微生物が二酸化炭素を空気中に放出されます。このガスは暖かい毛布のような働きをし、太陽の熱を閉じ込めて気温を上昇させます。しかしこれらの巨大植物が埋もれていた謎の沼地では微生物はその役割を果たせませんでした。その結果どうなったかというと、地球は極寒の地と化します。新鮮な空気がこれほどの力を持つとは誰が想像したでしょう。なぜこのようなことが起こったのかはまだ解明されていないのですが、一つ確かなことがあります。この現象は局地的に起こったのではなく、世界的な現象だったのです。まるで地球が気候でおかしなゲームをしているように。ではもっと前の時代に遡ってみましょう。北米で最初の恐竜が堂々と登場した時代です。北米をはじめ強大な恐竜の台頭には高い酸素レベルが大きな後押しとなりました。壮大な巨大生物で埋め尽くされた熱帯を思い浮かべてください。恐竜が突然現れたわけではありません。恐竜の進化に最適な環境の変化が起こったのです。恐竜時代では酸素レベルが大きな役割を果たしています。そして酸素濃度が上がるにつれて恐竜は巨大化していきました。最初はキンデサウルスのような肉食恐竜から始まり、やがて竜脚類のような巨大恐竜が大地を支配するようになります。そして6500万年前、恐竜は姿を消し、哺乳類がその座を引き継ぎます。興味深いことに、哺乳類は恐竜のように大きくなることはありませんでした。これはどう説明づければよいのでしょうか。人間を含む哺乳類は体温調節ができる点で特別。しかしそれには代償が伴うのです。
爬虫類や恐竜に比べて私たちは体温を保つために多くのエネルギーを必要としています。恐竜は体温調節をしなかったので巨大化することにエネルギーを集中できました。最大の恐竜は最大の哺乳類よりも10倍も大きかったんですよ。哺乳類同様、恐竜にも最大化に制限があったのかもしれませんが、哺乳類ほど厳しい制限ではなかったようです。恐竜が絶滅する前、哺乳類はとても小さいものでした。多くの哺乳類は恐竜とともに姿を消しましたが、生き残った種が残った生物が少ない生態系を利用して急速に様々な体の大きさに多様化していきます。しかし4200万年の成長の後、哺乳類は大きさの限界に達します。これは全ての大陸で起こっています。おそらく気温と土地の面積が要因でしょう。気温の低い環境は哺乳類の大型化を可能にしています。体の大きさと暑さのバランスを取るのが難しくなったのです。国土面積もまた大きな個体群を維持する役割を果たしました。しかし酸素濃度が高いと起こるのは動物が巨大化するだけではありません。地味に見えてまさに万能選手なのです。私たちの忠実なボディーガードとして有害な紫外線や宇宙からのその他の危険から私たちを守ってくれています。酸素がなければ生物は宇宙から降り注ぐ脅威に対して無防備になってしまいます。酸素はまた天候の形成にも重要な役割を果たしています。酸素は他の大気中の要素と協力して竜巻やハリケーン、雷雨を起こし空を荒れ狂わせます。それらは空気中で混ざり合い、さまざまな気象現象が起こるのにちょうど良い条件を作り出しているのです。危険な気象現象もありますが、それらは重要な目的を果たしています。土や葉、瓦礫を新しい場所に運び、栄養分や有機物の分配を助けているのです。でも、もし私たちが自然を操作し、酸素濃度を 30%、40%、あるいは 50% ととんでもない高さまで上げてしまったらどうなるのでしょうか。酸素は多すぎると危険です。酸素中毒とは、このガスが多すぎると大きな問題を引き起こす状態を指します。お菓子をたくさん食べるようなもので、最初は楽しいのですが、すぐに後悔することになります。驚くことに酸素を過剰摂取すると踊り疲れたダンサーのように息苦しさを感じる可能性があります。最初はエネルギーに満ち溢れているかのように感じるかもしれないのですが、長続きはしません。まるでダンスフロアで何時間も止まらずに回っているかのようなめまいが襲ってきます。極端な場合、酸素が多すぎると体に害を及ぼし、巨大なトラックに衝突したような感覚に陥ることさえあるのです。酸素は常に私たちと共にあり、私たちに生命を与えてくれますが、その微妙なバランスに感謝することが大切なのです。特別な呼吸装置を装着するのはやめましょうね。またこの酸素量が増えると苦しむ生物は我々だけではありません。例えば哺乳類は極端な酸素レベルに適応するのに苦労するはずです。種間のパワーバランスは劇的に変化し、勝者と敗者が制御不能になった世界で生き残りをかけて戦うことになるでしょう。そしてこれらの巨大な動物に対処するために、より強力なシェルターが必要になります。機敏に行動し、危険を回避しなければなりません。混乱の中で驚くべき適応が起こります。鳥はかつてないほど高く飛び、雲さえも驚かせる高さに達するでしょう。また自然災害がさらに増えるのは必至で、生態系のバランスを保つことは困難になります。あっという間に火が発生しては激しく燃え上がり、山火事は絶え間ない脅威となるでしょう。焚き火の小さな火花でさえ災害を引き起こす可能性があります。酸素で満たされたこの世界で安全に過ごすためには、調理法や暖房法を見直す必要があるかもしれません。しかし酸素の話の裏側も忘れてはなりません。もし酸素が 15% 程度しかない惑星があったとしたら、私たちは全く違った戦いに直面するはずです。呼吸が困難になり、疲労困憊し、なんとか酸素を吸おうと必死になるでしょう。体を動かすことは非常に難しくなり、記憶力や集中力も低下します。ということで、今の酸素レベルに感謝しようというのが結論。酸素が豊富な世界を爽快に旅する中で、私たちは息を呑むような不思議を体験し、地球の繊細なバランスを発見しました。一呼吸一呼吸に込められた魔法を大切にし、酸素と生命の相互作用を尊重し、人生というスリルを受け入れましょう。